実の父さんの実家行って、はい、ちょっとダメでした。2人見つかるつもりだったんですけど、1人しかちょっとまだ見当たらなくて。今なお安否不明の方が多数いらっしゃいます。浸水の恐怖のもとで孤立して救助を求めている方もおられます。救命救助